このチャンネルは TGM の補助教材として大人のギター講座をやっています。会員様に向けたものですが、会員様のご好意によって一般公開にしております。しかし単体でも勉強になるように作りますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はこの方の演奏を添削したいと思います。弾いていただくのはスケール編の S3.2P。 スケール編を書籍の形で開いていただくと、右のページに 3.2 番とかいうスケールの紹介があって、で P っていうのはプラクティカルっていう意味なんですけども、実践フレーズを必ず右ページにつけております。 3.2 っていう項目があった 3.2P っていうところで実践ということで、 3.2 っていうのはクロマチックスケールなんですね。こうそれのクロマチックスケールの実践編ということです。弾いていただきましょう。スムーズに弾けてると思います。すごく綺麗ですね。この方はシングルピックアップを使ってらっしゃって、さらに LINE で録音してくださってるので、すごく細かいところまで聞こえて大変参考になります。でいつものように3点注意点申し上げたいと思います。まずはこれ LINE で撮ってらっしゃるからかもしれないんですけども、ちょっとこのピックが当たってから音が鳴るまでちょっと時間がかかって、のピックが擦れてる時間がガサッ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 って聞こえてしまってるんですね。ピックが当たった瞬間に音が鳴るという、わかりますみたいな感じですね。で2点目、コンテンツに書いてあるのとちょっと違う弾き方をしてらっしゃるんですけども、一弦なんです。小指をスライドといいますか、移動して8フレット7フレットをスライド移動するっていう風な感じで弾くんですけども、この方人差し指をスライドしてらっしゃるんでしょう。こういう感じで、こういう感じで、実際コンテンツに書いてあるこう書いてあるんですね。これどっちでも構わないんですけども、で今日これを申し上げようと思ったのも、多くの会員様がこの人差し指を移動するっていう方法でやってたんですね。でコンテンツには小指をスライドって書いてあるので、小指を移動しなきゃいけないんじゃないかみたいな感じで、規則だと思って弾いてらっしゃる方と自由にやってらっしゃる方両方いらっしゃったんですけど、自由にやってくださって結構です。これ私の手で、やるとこのやり方がいいなと思って書いたのを指の番号書いておりますので、皆さんいろんな手の方いらっしゃいますので、お好きな運指を選んでいただいたら結構です。当然ながらそれによってリズムが崩れるっていうのは良くないんですけども、ご自由に選んでください。では2点目、3点目。ここのところなんですけど、このぐらいのテンポでやるんであれば、前もって準備をして、薬指、小指を押さえた時にはもう他の指全部押さえてるぐらいですね。こういうふうに、ピアノのように弾かないっていうことなんですね。これはいつも申し上げていることで、ここが今私どもが、一番頭を抱えているところでございまして、これ人によっては準備しなくていいんですよ。例えば初心者の方で1個ずつしか抑えられない方っていうのは1個ずつ抑えていけばいいんですね。でこのぐらいの中上級者の方っていうのは、もうこの方はもう超上級者でいらっしゃいますけど、なるべく抑えた方がいいんですよ。で超上級者でもうプロのようにブワーって弾かれる方いらっしゃるんですね。でそんな方は別にピアノ弾きになっても別に問題なく弾けるので構わない。だから一概にこうしてくださいってことはまず言えないんですよ。でこういったそのレベルによっても申し上げることを変えなきゃいけないと。そしてご自身がお好きなスタイルであるとか、今までのギター歴であるとか、その弾き方の癖とかによっては準備をしなきゃいけなかったりするわけなんですね。ここをですね、今私を作っている自分の AI を作ってるんですけども、なかなか自分自身がどう何を基準に考えているのか、ちょっと自分が分かってないもんで、それを入力することもできないので困ってるところなんですけども、一般論としてパッと言えるんであれば本に書いちゃえばこれ終わりなんですけども、そうじゃないので、こう一人一人に毎日トータルギターミスの Facebook レッスンで指摘しているということでございますので、現段階で向こう 1,2 年は多分このやり方で私本人が皆さんの演奏を直接見て毎日一人ずつにコメントしていくという形でやらせていただきますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。